アルパイン軍は、アメリカ合衆国カリフォルニア州のシエラネバダ山脈部に位置する軍である。2010年国勢調査で、の人口は1175人であり、州内最小である。軍内に法人化された都市はなく、すべて山岳と田園である。軍庁所在地はマークリービルである。タホコとヨセミテ国立公園の間に位置する。 カリフォルニア州道89号線沿い、アルパイン軍道の標識、2006年5月26日の、暴風雪時に撮影アルパイン軍は、近くのコムストックロードで銀行が発見された後の、銀ブームの最中にあたる1864年3月16日に、設立された。軍域は、アマドール軍、カラベラス軍、エルドラド軍、モノ軍及び、トゥオルミ軍の一部を合わせて形成された。 設立時の人口は約1万1000人。郡庁所在地はシルバーマウンテンシティだった。しかし1868年までに地域の銀行さんが利益を生み出さなくなり、人口は約1200人に減少した。1875年には郡庁所在地がマークリービルに移された。シルバーラッシュの後、アルパイン軍の経済は農業。 牧畜及び製材業に依存している。1920年代までに人口は200人ちょうどまでに減少した。1960年代にベアバレーやカークウッドのスキー場が建設され、人口は現在の水準に回復した。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は743平方マイルであり、 このうち陸地は739平方マイル、水域は5平方マイルで、水域率は0.61%である。基準値の標高は5867フィートである。隣接するネバダ州、ダグラス郡との合意により、限定され予約による公共交通が提供されている。ハイキングを楽しむ人にはいくつか、歩道入り口までのシャトルバスが運行されている。 アルパイン群空港は、マークリービルから約4マイル、シエラネバダ山脈東側に位置する一般用途空港である。この空港には、小型系飛行機が駐機するエプロンを備えた滑走路がある。建物や照明はなく、滅多に利用されていない。夜間の空が晴れて暗いことで、天文学者には人気がある。以下は2000年の国勢調査による、 人口統計データである。人口のほぼ半分は、モルモン京都である。アルパイン軍は、歴史的に、アメリカ合衆国大統領を呼び、連邦議会選挙で、共和党寄りの地盤である。2000年大統領選挙では、ジョージ w ・ W ブッシュが、かろうじて勝利したが、2004年の大統領選挙では、民主党のジョン・ケリーが制した。民主党がこの軍で多数を占めたのは、 1936年にフランクリン・ルーズベイルトがカリフォルニア州の全軍を制した時以来となった。2008年の選挙ではバラク・オバマがジョン・マケインに対してさらに大きな差の勝利を得た。2008年の明大8に関する住民投票では法案に反対したカリフォルニア州内陸部3軍の一つとなった。これは同性同士の結婚を禁止するための カリフォルニア州憲法修正案だった。反対は56.4%、賛成は43.6%となった。カリフォルニア州務省によれば、アルパイン軍の登録有権者数は776人で、ある。このうち282人、36.3%が、民主党、七十二人、セントが、共和党、十九人。 6.3%がその他の政党を支持しており、173人、22.3%は支持政党を表明しなかった。アメリカ合衆国会議員の選挙では、カリフォルニア州第三選挙区の一部であり、カリフォルニア州議会会議員の選挙では第4選挙区、カリフォルニア州議会上院議員の選挙では第1選挙区に入っており、2010年時点で、 すべて共和党議員が務めている。ありがとうございます。